鶴岡カトリック教会天主堂は山形県鶴岡市にある教会。1903年に建てられたヨーロッパ中世紀頃のロマネスク様式を持つ教会で、1979年から国の重要文化財に指定されている。日本で唯一黒い聖母像がある天主堂として知られるフランス人のパピの神父の設計で、日本人大工の相馬富太郎が棟梁となって、 建築したと言われている。高さ23.7メートル、正面の幅10.8メートル、朱舟奥行き23.75メートルの木造河原吹きのバジリカ型三郎敷ロマネスク様式の建物で、東北地方ではこの様式最古の建物である。黒い聖母像マリアがイエスを抱き抱かかえている、鶴岡カトリック教会天主堂の祭壇に飾られているのは1903年に、 天守堂ができた記念に、フランスのルマンディ州ドーバーラ・デリブランデのデリブランド修道院から寄贈された黒いマリア像で、ノートルダムドラ・デリブランデ聖堂にある黒い聖母像の複製として、フランスで作られた木の芯に石膏を被せたものである。日本にある黒いマリア像は、この一体のみである。窓絵が描かれた透明な紙を2枚のガラスで挟んでいる窓には、 ステンドグラスではなく、絵が描かれた透明な紙を2枚のガラスで挟んだ、絵窓と呼ばれるものが使用されている。日本で絵窓が使われているのは、この建物が唯一である。ありがとうございます。